はい、ゆうたけです。今日はめっちゃギア 3.9 が揃う気持ちいいところをまずやろうと思います。いや、腕前がねだいぶバキバキになりつつ、ガチアクセサリーも悲しいことになりつつ、ギアがいい感じに揃ってきてるので、まずインク回復がいきそう。ちょっとずつやろう。インク回復、スパジャン、スペシャルスペシャル性能アップ、サブインク効率アップかな？なんか、変な、微妙な、際どいシリーズを結構、3.9 揃えようとしてて。さあ、まずは、インク回復。これなんか全部揃ってる風だけど、真ん中だけね、なんかよくわかんないサブ性能アップだっけ？あ、サブ性能アップもそういえば、揃ってる。あれ？あ、これ足んないやつじゃん、インク。かけら足んないわ。まあいいや。とりあえずこれでインク回復が 3.8 っていうの足んなかったわ。インク回復ちょっと。あと11個集まったら。あ、そうだ。サーモラン行ってワンチャン。サーモランの報酬受け取ってワンチャン増えたりしないかな。さすがに11個はないか。ビフォーアフター見るために19個。これもね、インク効率差分も足んないんだよね。あ、21個しかなかった。お、インク回復のかけら1個目。あ、差分インク効率のかけらあんじゃん、今。お、これうまいぞ。あ、インク回復はないと。はい。まあいいや。いや、全部シャキンシャキンって揃いまくる回にしようと思ったけど、意外とインクのかけら足りてないかも。これはじゃあまた今度。次。スペシャル性能アップ。が、これの真ん中を、あれ？足りるかな？あ、大丈夫なんだ。これで、頭完璧に揃いました。で、服と靴は、服はね、なんか、先やっちゃってて、これこれこれ。で、靴はね、奇跡的に何もせず、3つ揃えました。ドリンク飲んで、ガチャガチャやりまくってたら。ってことで、スペシャル性のアップ揃いまして、次、サブ。はい、真ん中悲しいやつ。これで、靴揃い。で、頭は確か、もうあったかな？あれね。いい感じに全部青色なんだよ、これ。青のインク。あ、ただ、服だけね、ちょっと。うん。頑張ったんだけど、ちょっと一個足んないね。まあ、これ、あ、これもか。意外とたまたまかな、揃いかけてるけどかけらが足んないので、これもまたお預けかな。5しかない。あと25必要。これだいぶ先になりそうだね。で、次がどんどんいくよ。サブ性のアップ、服あって、頭も揃ってて、靴、お、これもいくね。サブ性のアップ、いや、これだいぶトリッキーでしょう。こういう変なやつ揃えるの好きなんでね。で、あ、スパジャンも行くんじゃない？このスペシャルアップあるから、なんか別に変えなくてもいい感じはあるけど、まあこの揃えたいっていう人間の集めたいっていう欲望が、うん、そんなにここまでこだわる必要ないんだけど、やっぱ揃うと気持ちいいよねって感じで。スパジャンはもう頭もあり、服もある。これなんかだいぶ、うん、あるね。だいぶ苦戦して何回も回しまくってこれぐらいなんだけど、やっと
もう多分これぐらいかな。なんかもうすでに全ギア 3.9 揃いましたみたいな人もいるみたいで、どんだけ運いいんだ、どんだけやり込んだんだって感じなんだけど、自分もね、このお金の今ちょうど56万、ちょうど3もらう受け取って増えたと思うけど、50万ある通りだいぶぐるぐる回しまくってて、それでやっとこの状態なんで、相当運がいいか、このランク77よりやり込みまくってる人なんじゃないかな、もうすでに揃ってる人は。サブは微妙に揃わなかったのか。ただ謎のこだわりでこの青一色に染まるっていう。そんぐらいだよね。他はまだ揃えようとしていない。あ、スペシャル増加量アップもね、これなかなか揃わなくて。っていうかドリンクが今これ完全にゼロで、やりようがない。そんぐらいかな。あとギアのかけらがたくさんあるのはまだ作ろうとしてません。だからこの1、2、3、4、5、5つ揃ったね。スペシャル増加量アップもね、あと、ああ、服がもうまだ2個出てるやつが1個もないんだ。一番良くてこれ。靴はこれだけど、うん、そんな揃えなくていいかな。そう、一番最初にやろうとしたのがスペシャル増加量アップかな。これだけドリンクがなくて、イング回復とかはこんな8もあんのに、それでもう全部揃ってんのに、あ、まだ揃ってないかって感じで、やばい、めっちゃ揃った。これでだいぶトリッキーなことができそうだよ。あ、これはスペシャルどんぐらいでアップするのかな。一発でこれ3回4、5、プラスちょっと。で、もう溜まる。これは強い。武器チェンジはできるけど、ギアチェンジはすぐできないのかな、これ。インク回復ガチ。もう。なんかネタになりそう。あ、これもハイパープレッサー最強だな。いや、なかなか揃わなかったよ、これも。通常は1、2、3、4、5、6。あー、意外と2回分ぐらいか、違うのは。さあ、どんぐらい長いか。長い。これで矢倉やったろ。これで矢倉のガチ歩行じゃなくて、なんだっけ、ホッケフト。楽しそう。今なんだっけ、今ガチエリアか。じゃあガチエリアはネタで、もう塗るだけのガチエリアやってみよう。もうバキバキで、だけどまあ OK ライン超えたからいつ割れてもいい感じなんだけど。縁側か。ここ塗るだけじゃ済まなそうな気もするけど、まあね、ちゃんとスペシャルといい感じにバランスよくやった方が本来はいいんだけど、ネタだよネタ。回復早い。一瞬で回復するぜ。あー、ダメだ。で、倒せない。倒せない。そして来てる。危ない。あ、でもサブインク効率は多分積んでないから。うわ、最悪。最悪。あの距離は届かんな。あれ？嘘でしょ？あれ、当たんない。
インク回復がめっちゃ早いから塗りまくってるけど、やっぱり倒さないとね、倒さないと勝てないんで。いやー、やっぱハイパープレッサーの方がいい感はある。適度にスペシャルも打っていかないとね、勝てないんで。すぐ確保されるな、この狭いから。インク回復で塗りまくってるけど、まあこの塗りまくるチャージャーは割と倒しづらいんで、相手もうざいと思うけど。よし、そろそろここ乗るか。ああ、スペシャル打ちます。何、あれ、サブはすぐなかなかインク消費しちゃうから、なるべくメインだけでやりたいかな。あー、もったいない、もったいない。あー、やられちゃった。あとちょっとだったのに。このペナルティはきついぞ。54、絶望の54。あれ、なんか落下してね。うわうわうわ、2人同時にやられた。ガチエリアは一瞬で逆転されるからね、ちょっとタイミング見て確実に。とりあえず塗ってく。うわー、よしよし。うわー、お、一旦ペナルティはつけたけど、ここ裏から回ってこられるからね、チャージャー的に辛いんだよね。一旦塗ります。塗りちゃ塗りちゃ塗る、超塗るよ。うわーい、わーい、あー、死ぬ。めっちゃ攻めてくる、めっちゃ攻めてくる。やーべ、さ、読まれた。裏から待ってきそうだな。やばいな、待ってきた。うわ、前からも来た。やべえ。やっぱりサブとね、スペシャルの性能アップもいい具合に積まないとね、結局苦しいのよ、塗るだけだと。リードされる、ストップするんだ、ストップストップストップ。あー、止まんない。死亡。あんま倒せてなかったね。結局倒さないと無理だから、インク回復もほどほどにっていう。いや、でも多分ステージによっては塗るだけで勝てるステージもある気はする。また縁側、なるべく倒すのを意識しつつ。お、味方2人光ってた。2人ぐらい光ってるともしかしたら塗るだけで勝てるかも。
と言いつつ倒していく。一気に行くときは一気に行くんだよね。ああ届かん。うわあわわわわわ、ちょっと一旦帰ってハイプレータイム。どこに落ちた。ん、お、倒してくれた。これ全員倒したかな。これ相手のスペシャル貯めるだけだから、あんま相手のとこ塗ってもダメなんだよね。スペシャル貯めに来てるでしょ。雨がここ雨で一瞬でやばい。助けてちょダメな。縁側すげえやられる。 S 体ぐらいまでだったらなんかあんま相手攻めてこなくてサクサクいった覚えがあるんだけど、攻めてこられるときついですよっていう。ここもな、ハイプレ打つと後ろからよく敵が来るんだよな。あーミスった、逆だ。あーちょっとミサイルで死んだ。すげえインクをいつ溜めてる。なんかネタでやってる人結構いるかもな。待ちつつの来たね。ああミスった。うわミスった。これミスった。濡れるか。ここでペナルティつけていただかないときつい。やば。そろそろ、あれ、やっぱハイパープレッサー打ってる間にね、味方が結構倒しに行ってくれて、しっかり塗り返せるっていうこともよくあるから、なるべくスペシャルも打っていかないと勝てねえんだよな。ここミサイルよく当たんな。裏か。ナイスナイスナイス。そろそろ裏から来そうだけど、ジェッパーを倒したい。届いてない。ちょっと雨が強いな。きつい。インク回復より雨に負ける、やっぱり。帰ったか。早く塗らないと。はい塗るだけじゃダメですよっていうね。多分割れると思う、回数的にまあでも言うてハイパーブレッサー割と打ってるんだよな。ああ割れた。